これはもう大興奮じゃないかなと思う、ね、渋谷シティは僕は守ります。渋谷シティ普通ですけどね、渋谷シティは。ちゃんと教えてくれ。そうですね、まあ、危ない危ない危ない。There's a new darkness overtaking Gotham, driving the city mad. The only light left is from the fire in the streets, casting shadows of rats on everything that was once good. Fear is their weapon, but they're not the only ones who can use it.King will stop at nothing to destroy my city. How far will I go to destroy him? When the bat falls, the rats rise. Hi.すごいな。僕これさっきちょっとだけやらせてもらいました。あ、そうですか。はい、いいな。ちょっとやって、うん、もうすぐにスタッフさんに返したんですよ。お、なぜ。これは、うん、買うなって思ったから今やってももったいないっていうね。ここでちょこっとじゃなく、もう買ってがっつりやり込むしかないと。確かにこれやり込みたいね。決めるぐらいのインパクト、すごい映像、ものすごかったです。とにかく。あ、本当ですか。はい、楽しみでございます。さあ、ここからはゲストの方にお話を伺っていきましょう。バットマンが大好きだという磯村隼人さん、そして本作の開発を手掛けたゲームスタジオカモフラージュのゲームプロデューサーマット・ウォーカーさんです。お願いしま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 す。あら、マット・ウォーカーさん、お願いします。お願いします。さあ、お座りください。はい、すいません。よいしょ。かっこいい。さあ、まずは簡単に自己紹介と一言いただけますか。はい、磯村隼人です。今日はバットマンになれると聞いて、このイベントに参加して間違いない。間違いないですよね、はい。まあ、バットマン作品も見てましたし、うん、やはり男の子ならば、まあ、バットマンになりたいなと思うので、うんうんうん、今日はすごい楽しみにしています。よろしくお願いします。お願いします。以前そのコントローラーを使ってのバットマンのゲームやってたんですけど、うん、はい、VR でっていうのは初めてになるので、うん、まあ、先ほどマスターも没入感っていう言葉ありましたが、はい、もうまさにこの世界、自分が見てる世界全部バットマンのゴッサムシティの世界になるので、うん、ね、これはもう大興奮じゃないかなと思います、ね。確かに戦闘シーンもすごかったですけれども、ね、マットさん、少し戦闘シーンについてもお話を伺ってもいいですか。わ、はい、かりました。まあ、うん、先の平子さんがね、おっしゃってましたけど、まあ、バットマンアーカムシリーズの操作性がすごい気持ちいいんですよ、うん、はい、元の押すだけですごいかっこいい動きをするんですけど、うん、それはじゃあどうやって VR でまあ、実現するかって、まあ、いろいろ考えて、うん、結局ね、分かったのは、まあ、バットマンっていう人物はなんかね、部屋に入って、それで悪者に対してなんか 歩きに行って攻撃するようなもんじゃないんですよ、はいはい、とりあえずね、パンチで移動するんですよね。あ、英語でね、パンチアクロスザルームって言うんですけどね、うん、それでちょっとね、じゃあどうやって VR でその、気持ちいい操作性を、はい、出せるかって分かって、まあ、それで、まあ、後でちょっとね、磯村さんに、はい、遊んでいただくんで、はい、分かるかなと思うんですけど、あとじゃあどこをパンチするかっていうのは、まあ、黄色いターゲットが出てくるんですけど、まあ、それでそのかっこいい動きが自分でできるようになるんですね。はあ、これだ、はいはい、このようにですね。そうそうそう、やばいわ。クラップでこれ後でプレイしますからね。そうなんです。まさかゴッサムシティに行ける日が来るとはね、思わないですよ ねすごいよ。すごいわ。いつも仮想ゴッサムシティでね、
なんとなく想像しながらや膨らましてましたけど、実際に VR でできますからね、いろんなものも出てきてる。瀬野さん、はい、ゲームやりたいですね。いや、やりたいですよね。やっぱりガジェット使いたいですよね、実際にね。そうっすよね。バットマンって超能力者じゃないから、はい、技術でね強くなっていく人だから、うん、やっぱガジェット体験したい、ね、あのリアリティがね、うん、またいいんすよ ね、 ね、ちょっと楽しみですけれどもね。準備中ということで、ね、はい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 、今日ちょっとバットマンっぽいもんね。そうですね、ちょっと黒、うん、全身黒にね、少しポイントの青を入れて、おひげも生えて、ひげも生えてね、ワイルドにバットマンチックだわ。渋谷シティは僕は守ります。渋谷シティ普通ですけどね、渋谷シティはさあ、それでは体験していただきましょう、はい、お願いいたします。はい、わ、はい、かりました。じゃあ体験させてもらいます。もう準備できてます。はい、あ、お、すごい、なんか姿勢いい、来ましたね。お、来た、はい、これが銀行のポルトですね。大変なことになってます、銀行が。でしょ、ほら、やっぱり反応のコースですよね。銀行の2階ですよ、これ。うわ、これでも全部、もう全部世界、ね、全部世界、全部世界、バットマンの世界全部バットマン。もうシビアじゃなくてゴッサムシティですよ、ゴッサムシティ、ね、ゴッサムシティでございます。これね、もう、ちょっと移動していきますか。進んじゃっていいですかね、はい、じゃあ行きますね、はい、階段の方から階段登れますか、まあ、すごい、リアルだから、やっぱりドアをね、自分の手で取って開けるんですよ、ね、はい、これを中指で持てるんで、持てる、もうちょっと前ですね、もうちょっと前、あ、近いこれですね、はい、それで引っ張っていただいて、おお、すごいよね、これすごい、ドア引く感覚もちゃんと伝わってます、ここにすごいよ、これマジで、これで、まあ、もちろん左手もできるんですけど、はい、そのようにね、あ、全然自分があれですね、間違えるほど。押しながら、はい、手をちょっと勢いをつけて、はい、上げていただきたい。手を勢いよくつけてあげる。いきますよ、はい、おー、飛んだ、おーすごい、テンション上がってる、めっちゃ楽しい、すげー、あ、なんか指令きた、クリスマスタンボー、They rebuilt Blackgate twice、 進めばいいんです、もうやばいんじゃないこれ、手がつかず、さすがに無理かな、ね、今ね、こんな状態、こんな悲惨な状態になってるんですよ、ゴスムが。バットマンがちょっと助けに、まあ、磯村さんが助けに行かないといけないですよね。磯村さん大丈夫かな、あ、なんかいますね、いる、これ進んじゃっていいんですかね、うん、はい、ぜひぜひ、そう、それで、まあ、じゃあバットマンだからね、最初はね、ちょっとね、ね、静かにね、静かに敵を倒すんですよね、いきなりやってきて、Remember what our king says、俺らじゃないからね、ちょっと目線が怖い。近づいたら、両手のアイコンが、そうですね、これでじゃあ、はい、ボタンを押さずに、両手を、はい、前に振っていただければ、はい、それでちょっとね、テイクダウンするんですよ。あ、わかりました。じゃあ、押しますよ。おー、来た、おー、でパンス、よし、急に現れた、おー、来る来る、いけない、戦闘に入るんですよね、いける、いける、戦闘も入った、はい、はい、はい、入った、入った、入った、人多くない、早すぎ、オッケー、いい、あ、いいよ、いいよ、うまい、うまい、じゃあ、ナイス、いいよ、俺がバットマンだ、あ、ちょっと危ない、そうだな、激しい、結構いる、なんか出てる、大丈夫、うお、あ、痛い、痛い、すげえ、うまい、めっちゃ楽しい、これ楽しそう、僕はこの辺でこれは買うなと確信して返しました、はい、うわ、方向が違う、方向が違う、ちゃんと教えてくれる、そうですね、まあ、危ない危ない、バットマンだからこそ、磯村さん、あんまりそこまで動かなくて大丈夫ですか、歩かなくていいよ、動かなくていいですか、はい、ちょっと気持ちが出てきた、まだいますからリアルだからね、こうやってね、本当にね、変を使ってね、遊ぶんですよね、あ、すごい、本当に何かを壊しそうで怖いんですけど、大丈夫、今でも大丈夫です、言ってください、はい、大丈夫、大丈夫よ、そこはあと、先ほど申し上げたようにね、そうそう、そうやってね、まあ、ターゲットが出るんで、どの方向でパンチするか、めちゃくちゃ楽しい、これなんで操作もね、簡単ですね、もうすぐ1、2、3、OK、 あー、
さすが。すげえ。これ投げれるんですか。投げれるんですよ。はい。おお、いい感じ、いい感じ。そう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 。あれ。おし、ガジェット使ってんだ。あた。おお、あった。こっち、こっち。よし。そうですね。バットマンみたいにね。いやよ。いいね。うわ。こっち飛んでっちゃう。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 なんでですか。結構激しいですねこれね。本当だわ。あれこいつ、あとこいつ、こいつだけ？うん。多分。なかなかしぶといね。しぶといじゃない。しぶといよ。ほらしぶとい。しぶといな。いける。あ、ほかちが。しぶといね。しぶとい。よしよし。あ、こっち。なんで？え、一人じゃないじゃん。増えた。増えた。ずるいって。やばそうなやつ。あ、いい感じ、いい感じ。よし。いっちゃうよ。Do it. You try it. Face down in the dark. ガーザー。またじゃあ。よし。ありがとうございました。コール・ゴードン。いや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 、ね、いやいや、ありがとうございました。すごかったっすよ。いやいや、すごい。あんま見たことなかったな。没入とはこのことですね。本当に没入してましたね。ヒャーオーって言ってたよ。うん、言ってました。いや、めっちゃ言ってましたよ。本当ですか。バットマン言わねえけどね。ヒャーオー。なんか今ね、バットマンの仮面を取ったような気分です。おー、なるほどね。そんな気分に今なってますね。あの屋敷に戻ってきた。いや、そうです。すごい楽しかった。操作性も本当に軽くて、自分の思ったように動くから、本当自分がバットマンのようになりきれるんで、めちゃくちゃ楽しかったですね。すごいよな、本当に。すごいわ。ありがとうございます。はい。VR になったということで、もう本当に没入感ですよね。自分がバットマンになってそのゴッサムシティをまあで戦うっていうのはもうこれでしか体験できないので、ぜひねこれ皆さんにあのこの凄さを実際にやっぱ体験してもらうと分からないので、ぜひぜひあのこれはやっていただきたいなと思います。僕も本当やってる最初は自分がバットマンと思えるくらいの気持ちになったので本当におすすめです。磯村君、僕も私もヒャオって言っちゃったよと。ねえ、あれ大げさじゃなかったんだね。じゃなかったってみたいだった。どっちかというと上階寄りだから。ありがとうございます。